ピョートルカ・カピッツァ、7月8日から1984年4月8日は、ロシアの物理学者である。1978年に低温物理学における基礎的発明及び所発見により、ノーベル物理学賞を受賞した。ロシア帝国のクロンシュタットに生まれた。サンクトペテルブルクで、アブラム・ヨッフェに学び、1921年から1934年まで、 イギリスのキャベンディッシュ研究所などでアーネスト・ラザフォードの下で研究した。1923年に学位を得、実験物理学者として高い評価を得るようになった。1934年に休暇でソビエトに帰ったカピッツァをスターリンは出国を許さず彼のための研究所を設立させた。ラザフォードはカピッツァが使うことになっていた。 実験設備をケンブリッジからモスクワまで送った。1937年ヘリウム4を液化し、潮流動性を示すことを発見した。1939年膨張タービンを使う、機体液化装置を発明し、ソビエト重工業の発展に貢献し、そのため、ソビエト首脳に対して自由な発言の立場を得た。強制収容所に入れられたレフランダウを釈放させた。 モスクワ物理工科大学で長く教鞭を取った。しかし、長い海外生活の影響からか、政府高官に数多くの手紙を送って何か要求するなど自由奔放に振る舞ったカピッツァは、全般的にスターリンをはじめとするソ連指導部の覚えが悪かった。フルシチョフもその回想機の中でカピッツァについて特に触れて大科学者だが無礼な男だったと回想している。 カピッツァは、ベリーアとも喧嘩して、ソ連の原爆プロジェクトに参加することを拒否した。1929年王立協会外国人、会員選出。その他、1941年、1943年に、スターリン賞、1943年から1945年、1964年、1971年、1974年に、 レーニン勲章を受章、受勲している。カピッツァは1927年にアンナ・アレクセブナ・クリヨワと結婚した。彼女の父親はアレクセイ・ニコラエビッチ・クリユフというロシアの著名な数学者でロシア帝国海軍の提督でもあったが革命後一時期パリに亡命していた。カピッツァがその時期にアレクセイ・クリユフに会いにパリを訪れ、 その時にクリギュフの娘のアンナと出会った。ソビエト大使館に結婚の手続きをしに行ったところ、アンナが無国籍難民となっていることを大使館は問題視し、結婚の手続きに難色を示した。ピョートルカ・カピッツァが強行に抗議したところ、大使はイラン大使館に頼んで、アンナのためにイラン国籍を取らせてくれるように頼み、無事結婚の手続きを取ることができた。 二人の間には二人の息子がおり、セルゲイ・カ・ピッツァは物理学者となり、アンドレイカ・ピッツァは地理学者となった。ありがとうございます。